太田湯峠は山梨県山梨市と長野県南佐久郡川上村の境にある峠。標高は2360メートルであり、自動車車両が通行できる日本最高所の車道峠である。登山家などは単に大だるみと呼ぶこともある。乗鞍岳の乗鞍エコーライン及び乗鞍スカイラインがマイカー規制により通行できなくなったので、ここが表富士周遊道路に次ぎ、一般のマイカーで到達できる2番目の標高地点で、峠としては最高地点である。峠に通じる林道は、時期等により通行止めになることがある。峠に通じる車道は、山梨県県営林道川上牧丘線及び、長野県川上村営林道村道、秋山、川端河川。なお、琴川ダムまでの林道の一つ杣口林道は、県道に昇格している。奥秩父山塊の主脈上にあり、一帯は秩父玉貝国立公園に指定されている。峠には駐車場があり、夢の庭園を散策したり、奥秩父山塊の山々へのマイカー登山に利用できる。また、塩山駅から乗り合いタクシーの運行が可能であり、グループ登山者がよく利用する。6月の石投げの季節や秋の紅葉シーズンは、早めに行かなければ、峠の駐車場は満車になる。特に土日祝日は駐車場が早々に満車となるため、路肩に縦列駐車を強いられる。太田湯峠の駐車場、夢の庭園と呼ばれる、展望地写真右に、太田湯峠の駐車場が見える峠へ伸びる、林道川上牧丘線と乙女高原林道の山梨県側は、全面舗装されてすれ違いも、ほぼ可能な道だが、長野県側は、麓の集落に出るまで砂利道の状態である。これは、山梨県側の運営が、県主体なのに対して、長野県側は、財政力の弱い川上村村営のためである。長野県側は、写真の通り延々と悪路が続くため一般向きではない。そのため、SUV 系の四輪駆動車やオフロードバイクが多い。太田湯峠に通じる林道は次の期間に、冬季閉鎖となる。また、通行可能期間中であっても、崩落や工事、大雨などにより、臨時で通行止めとなることもある。山梨県側の林道の規制情報は、林道通行規制情報にて閲覧できるので、出発前に確認した方が良い。なお、乗車人数が11人以上の車両は、通年通行止めである。林道は、制限速度時速 20km で走行し、対向車に注意が必要。峠には太田湯小屋がある。公共交通機関や自転車では、乗鞍エコーラインの長野県と岐阜県の県、境地点が最高地点となる。ただ、この地点は峠上ではあるものの峠の名を与えられておらず、峠の名を付すものとしては、太田湯峠が車道日本最高地点となる。ありがとうございます。